ロジャー・グローバーは、イギリス・ウェールズ出身のベーシスト、キーボーディスト、音楽プロデューサー。名字は、グローバーと表記されることが多いが、グラバーの方が、本来の発音に近い。身長175センチメートル。ハードロックバンド、ディープパープルのメンバーとして知られる。2016年、同バンド名義で、ロックの殿堂入り。ディープパープル加入時期ディープパープルブラジル。 公園本名、ロジャー・デビッド・グローバー。1945年にサウスウェールズのブレコンで生まれる。9歳頃からピアノのレッスンを受け、10歳で家族と共にロンドンに移住。この頃からロックに興味を持ち始め、13歳でギターを、始め、16歳の時に最初のベースである赤いホフナーソリッドモデルを手にする。 いくつかのアマチュアバンドを経て、1965年に、イアン・ギランと共にエピソード6に加入し、プロデビューを果たす。レコードを何枚も発売するが大成せず、1969年、リッチー・ブラックモアの誘いにより、ギランと共にディープパープルに加入する。黄金期の屋台骨として活躍するも、メンバー間の対立もあり、グループを脱退。その後、 ディープパープルが設立したレコード会社パープルレコーズのスタッフに入る音楽プロデューサーとして活動を始める。1970年代にはプロデューサーとしてナザレス、エルフ、ステータスクオー、ジューダス・プリースとデイビッド・カバデル、ヤン・ギランなどのアルバムを手掛けた。1974年に最初のソロアルバムバタフライ・ボールを発表。 翌年にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにて公演を行い、この模様は後に DVD として発売された。1978年、壮大なインストゥルメンタル組曲のアルバム、エレメンツを発表。1979年、ブラックモアの誘いにより、レインボーに参加。1984年のレインボー解散まで、ベーシスト、作詞家、プロデューサーとしてバンドに貢献。 同年4月にディープパープルが再結成されると、ブラックモアやギランラ往年のメンバーと共にこれに参加。2012年現在も同バンドの一員として活動中。2006年にドリームシアターがディープパープルのライブカバーアルバムを発表した際には、プロデューサーとしてこれに関与している。2014年にはこれまでの音楽の功績を称えられ、 故郷にあるサウスウェールズ大学から名誉フェローを授与された。近年はフランスのビジェ社によるシグネチャーモデルを使用。かつてはリッケンマッカー社の4001モデルを駆使していた。アルファベット順、ありがとうございます。